皆さん、こんにちは。ほんわかとした雰囲気とそれでいて、芯がしっかりとした意志を感じる、魅力的な女優高畑充希さん。演技、歌唱力ともに抜群のセンスで、さまざまな作品でそのキャラクターを演じる、実力派ですよね。今回はそんな高畑充希さんの、彼氏や結婚、実家が大金持ちという噂に加え、日本人ではないと言われていることについて、まとめてみました。ぜひ最後までお付き合いください。まずは高畑充希さんの簡単なプロフィールからご紹介します。高畑充希さんは1991年12月14日生まれで、大阪府東大阪市出身です。高畑充希さんは子役から活躍するミュージカル女優でした。高校1年から20歳までミュージカルピーターパンで主役を演じています。22歳の時に朝ドラごちそうさんに出演。ドラマ中に披露した歌声が絶賛されて、注目されるようになりました。24歳で朝ドラ、トト姉ちゃんで、主役に選ばれています。歌手としても、美月名義で活動していて、歌手10周年で初のライブを開催しました。そんな高畑充希さんですが、現在交際している彼氏がいるのか、気になるところですよね。調べてみると2024年7月時点で、高畑充希さんの彼氏と思われる相手はいませんでした。つまり現在はフリーだと言えるでしょう。しかし過去に結婚目前とまで言われていた方がいました。それが坂口健太郎さんでした。二人は2016年から2020年まで交際していたと言われています。坂口健太郎さんと高畑充希さんの馴れ初めは2016年頃と思われます。ちなみに共通の知人からの証言では、交際は2016年5月頃にスタートしていたそうです。2016年1月に放送されたドラマ、いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう。2016年4月に放送された NHK の朝ドラトト姉ちゃん、この2作のドラマ撮影で共演されたことが交際のきっかけと言われています。連続ドラマの撮影開始は初回放送日の1ヶ月前くらいにはクランクインし、最終回の数日前に撮影終了することが多いようです。そのため、いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまうは、2015年12月頃から始まり、ドラマが終了するまでの約4ヶ月間撮影が続いてます。朝ドラであったトト姉ちゃんの撮影は、2015年11月9日から始まり、2016年8月25日に撮影が終了しています。その間およそ10ヶ月。比べると2つの作品はほぼ同時期に撮影されていますね。この環境なら高畑充希さんと坂口健太郎さんの距離が縮まるきっかけとしては十分です。結婚秒読みとまで言われた坂口健太郎さんと高畑充希さんは、双方の結婚観の違いや仕事でのすれ違いなどを理由に2021年1月頃破局報道がありました。高畑充希さんは誤報も含めたびたび週刊誌に写真を撮られています。これまで熱愛疑惑が上がった人物は増田貴久さん、アイドル、ニュース、千葉雄大さん、俳優、高橋優さん、歌手、岩田貴則さん、ダンサー、三代目 JSOULBROTHERS、 竹内涼真さん、俳優、城田優さん、俳優、坂口健太郎さん、俳優、以上7名が週刊誌などで報じられた方たちです。これらの報道のほとんどが食事の場を取られています。その時の格好は変装もせず、飲食スペースも個室ではなく一般客と同じフロアであること。また報道があった際には、熱愛を否定しているようなコメントを高畑充希さんの X旧Twitter に書かれています。唯一否定も肯定もなかったのが坂口健太郎さんとの報道だけでした。高畑充希さんの理想のタイプは、あざとくて何が悪いの？2021年新春スペシャルで理想の男性像を語っていました。それによると、大人数でいる時に隅っこにいて話さない、独特の思考&ワードセンスがある、行動が早い&行動力がある、本が好き、別行動 OK タイプ、とにかく優しくしてくれる、たくさん食べる、お前と言わない人、以上が高畑充希さんが思うグッとくる男性とし、放送ではショートドラマ化して解説されていました。これらすべてをまとめると、知的な陽キャといったところでしょうか。特に、お前と言わない人に関しては、
多くの共感性が寄せられました。さらにアナザースカイでは、柔らかい人がいい、そして可愛がってくれる人、甘えさせてくれる度量があったらすごく幸せと明かしていました。高畑充希さんの理想のタイプは、全てがわかる素敵と思う人物像ですが、かなり理想が高いのではないかなと感じました。しかし高畑充希さんは坂口健太郎さんとの破局後は、仕事人間で彼氏を作ろうというタイプではないのだそうです。そうなると少しばかり理想が高くても問題ないのかもしれません。今現在、高畑充希さんと坂口健太郎さんが復縁している、復縁する可能性はないと言えます。お互いが共に吹っ切れているので、復縁はないだろうと関係者が語っていたそうです。高畑充希さんと坂口健太郎さんは、同じ年で30歳、目前で価値観の違いで破局した。となると、確かに復縁はないのでしょう。そんな高畑充希さんですが、実は実家が会社を経営していてお嬢様だったそうです。高畑さんの素顔については学生時代の友達や仲が良い俳優たちが語っていました。高畑充希さんの地元東大阪市で70年以上続く工業資材を扱う会社を経営しているのがご両親、高畑充希さんの祖父が始めた会社で、現在は父親が社長を務めています。2015年は年商15億円、しっかり利益を出している優良会社のお嬢様でした。高畑充希さんのブレイクのきっかけとなったとも言われる朝ドラ「ごちそうさん」、撮影ロケ地の一つが大阪だったせいか、彼女の実家に共演者たちを連れてきて歓待したという話を高畑充希さんの祖父がしていたといいます。高畑充希さんは祖父母両親の5人家族の中で育ちました。一人っ子で一人娘、家族中から愛されて育てられたんでしょう。溺愛されてもおかしくない高畑充希さんですが、ミュージカル女優としてデビューしたので、高校からは単身東京で暮らしています。どんな気持ちで送り出したのでしょうか。祖父が起こした会社を継がせることを諦めたのかもしれません。中学を卒業後、高畑充希さんは東京で寮生活を始めました。上京するときに母親と約束したことは、夜毎日電話しなさいというものでした。可愛い一人娘を一人で東京へ送るにあたって心配だったのでしょう。真面目な高畑充希さんは電話を欠かさず行い、23歳になるまで続けていたそうです。そろそろやめようかと母親に話したところ、ショックを受けてしまったとか。高畑充希さんは電話で母親に甘えて辛く当たってしまうこともあったので、いい機会だからと踏ん切りをつけたと明かしていました。母親からしたらいつまでも子供、寂しかったんだと思います。高畑充希さんは周りから見てもファザコンだったようで、毎年バレンタインになると手作りのチョコを父親にプレゼントしていました。ただ高畑充希さんに注目が集まって、仕事が忙しくなったため手作りチョコを作ることができなくなったと明かしています。ただ仕方ないと諦めるどころか、そのことを父親は根に持っているというので、手作りしないとなぁとぼやいていました。高畑さんに両親から受けた教えについて聞くと、ご飯を残さず食べることと笑いながら答えていました。父親も母親も必ずそうしていたとか。今でも家族仲が良い高畑充希さん、両親も一人娘の活躍を喜んでいるでしょう。今でこそブレイクした高畑充希さんですが、デビューするまでだいぶ苦労したといいます。彼女の両親が大のミュージカルファンで、幼稚園の頃からお芝居やミュージカルばかりを見ていました。周りが安室奈美恵さんにハマっている中で、高畑充希さんはレ・ミゼラブルなどのミュージカル音楽を聴いていたと明かしています。英語がわからないのにレ・ミゼラブルのほとんど全曲を歌えるようになっていたそうです。小学生の時から蜷川幸雄さんの舞台を見るなど、小学生らしからぬ高畑充希さんはミュージカル女優へなるべくオーディションを受け始めました。まず有名な芸能事務所を片っ端から受けるも落選、舞台のオーディションも受けるも落選、受けたオーディションの回数が数十回受けるも全て落選、相当タフですね。そしてデビューすることになった。オーディションは初の東京で13歳の時、オーディション会場に着いた時点で、ゴールだ、私はこれで一回り成長したとほっと肩が抜けたといいます。いつもは母親と一緒に行っていたそうですが、あいにく法事が重なって一人で上京していた。
高畑美月さんは、今日初めて一人で東京に来たので到着しただけで満足です。と言ったら合格したと明かしています。プレイバックパート2という山口百恵さんのトリビュートミュージカルの主役に1万人の中から選ばれました。高畑美月さんの前向きな性格もありますが、最終審査で不合格が多かったようなので、もう少しという気持ちで頑張れたのだと思います。高畑美月さんは幼少期から集中すると周りが見えなくなるタイプだったそうです。小学校の時読書を始めてたらいつの間にか外が真っ暗になっていることもあったとか、そんな集中力もデビューできた一因だったのかもしれません。続いて高畑美月さんが日本人ではないという噂についてご紹介します。調べてみると高畑美月さんはハーフだと噂されているようです。どうやらその理由は高畑充希さんが韓国好きということにあるようです。2022年1月に日本テレビ系今夜比べてみましたに出演した際にも韓国ドラマのキスシーンについて熱く語る様子が話題になりました。韓国ドラマのキスシーンが大好き、めちゃくちゃ上手に撮ってると番組内で熱く語っていた高畑充希さん、その魅力の一部としてキスそのものよりも角度、手の動き、照明の当て方といった演出面が気になるという、さすが一流の役者っぷりを披露していた高畑充希さん、見出すと止まらなくなっちゃうと熱弁を振るっている様子が番組で映されていました。またそういった演出上の面とは別に、韓国でキス職人と称される人気俳優ソイングクのファンであるという高畑充希さん、なんと10年以上応援していることを明かしておられるようです。このように高畑充希さんは韓国が好きであることからハーフの噂があるにはありますが、その証拠となる情報は一切ありませんでした。噂の原因と知識韓国好きというのは間違いないようですが、それとこれとは全く別の話です。高畑充希がハーフという噂はデマであると断言できそうですね。高畑充希さんの演技力についてはあの無感情で知られる芸人の東野幸治さんが舞台奇跡の人を自腹で見に行って涙したというから驚きです。女優に歌手に大忙しの毎日かと思いますが、これからの活躍を期待して見守りたいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。それではまた。